皆様こんにちは。私は積水ハウス株式会社で医療介護事業を担当しております山村由美子です。これまで介護相談への対応は当社社員だけではなく、お客様、お取引先様、一般の方からもご相談いただき対応してきました。私自身も父の病気をきっかけに一度介護離職を経験し、介護の仕事に従事してきました。そして現在は腎不全末期の母の介護と仕事を両立しています。人生100年時代を迎える今、介護は誰にでも起こり得る切実な課題です。この講座では介護離職しない、させないをテーマに、仕事と介護の両立をこれまでの私の経験からお話しさせていただければと思います。親の介護で仕事を辞めることはない、このことをお伝えする中で少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。ではまず、皆様が何に不安を感じているのか、社内外からいただいた相談内容について見ていきましょう。ご相談いただいた内容と割合をまとめてみました。圧倒的に多いのは親の急な入院のご相談です。脳梗塞の後遺症で介護が必要になった、骨折して歩行が不自由になった、がんの末期と宣告を受けたなど7割を占めています。次が認知症になってしまった、入所施設を探したいなどが続きます。突然すぎて何をしなければならないのかが分からず、皆様困っておられます。では親が突然倒れて介護が始まると何が起きるのでしょうか。会社を休んで対応しなければならないことがある、長期戦を覚悟する、親の介護、治療や検査について意思決定や問題解決の要となるキーパーソンを決めること、親が意識を失っている場合などは親に代わって治療や検査などの決定を誰かがしなければならず、時間がありません。必ずしも家族関係が良いとは限りませんし、兄弟それぞれの家庭の事情も経済的にも違いますので、意見が合わないことも多く、スムースにいかないことも多いようです。介護・治療にかかるお金をどうするか決めること、特に独居の場合、親が住んでいた家のフォローをすること、空き巣に要注意です。また特に女性は親族などから離職して親を介護しろなどと言われるケースが多いです。ちなみに私の場合、父の時は姉が子育てと義理のお父様の介護をしていましたし、持病を抱えた母が一人で父を見るのは無理でしたので、残念ながら離職しました。では介護離職する人はどのぐらいいるのか。国の調査によると毎年約10万人、うち女性が8万人となっています。また離職後どのようなことになったのかというと、 75% の人は経済的負担が増え、 65% の人が精神面の負担が増えたそうです。さらに介護を終えて転職できた人でも以前の年収に比べて半分以下になるという調査結果も出ています。人生100年時代、親の介護を終えた後の自分とご家族の長い人生を考えると、年金も減ってくるかもしれませんし、収入の確保はとても大切なことだと思います。親の介護は誰でも直面する時代です。親が元気なうちに取り組んでおけること、知っておくべきことをこれからいくつかに分けてお話しさせていただきます。改めて申し上げます。仕事を辞める必要はないと思います。仕事と介護は両立できます。これからお話しすることをウィズ介護のためのヒントにしていただければ幸いです。